ヒュラソーはイギリス海軍の軽巡洋艦。シアリーズ級軽巡洋艦の一隻。艦名はカリブ海のキュラソー島にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。キュラソーは第二次世界大戦の間に事故で失われた。事故現場は1986年の戦績保護法によって保護されている。防空巡洋艦時代のキュラソー。キュラソーは1916年7月にペンブルックドックのハーランド&ウルフ社で寄港した。1917年5月5日に浸水し、1918年2月18日に就役した。1919年5月13日、バルト海で触雷。修理後は大西洋艦隊や地中海艦隊に所属。1935年の映画、たった一人の海戦では、ドイツの巡洋艦役として出演している。第二次世界大戦の初期には、本国艦隊に所属し、防空巡洋艦への改装中であった。改装完了後、1940年4月に、ノルウェーの戦いに参加、アンダルスネスで対空防御に4日間従事したが、4月24日に、ドイツ空軍機による爆弾投下で大きく損傷し、修理のため、イギリスに帰還、作業は8月まで及んだ。1941年8月、ノルウェー沖で損傷したフランス潜水艦リュビオ、駆逐艦、ライブリー、ライトニングと共にダンディーまで護衛。1942年10月2日、キュラソーはアメリカ陸軍第29不評師団の兵2万名近くを乗せた客船クイーンメリーをアイリッシュ海で護衛していた。アメリカ兵たちはヨーロッパ戦線への援軍であった。アイルランドからおよそ 60km 北方を航行中、クイーンメリーは十分な距離を取らぬままキュラソーの航路を横切った。クイーンメリーは28ノットの速度でキュラソーの船体中央部に衝突、キュラソーは真二つに折られて沈没した。この事故により338名が死亡した。クイーンメリーは U ボートによる攻撃の危険を避けるためそのまま航行を続けた。数時間後に、船団の先導艦が、キュラソーの生存者99名を救助した。その中には、艦長のジョン・ W ・バウドーと大佐も含まれた。事故原因はいくつかの要素が複合したものであった。クイーンメリーの船長は、護衛艦がクイーンメリーの航路に従って航行し、調整を行うだろうという仮定をした。他の船においては、キュラソーのバウドーと艦長は、追い越す船が譲らなければならないものだと考えていた。両船の航路が重なっており、クイーンメリーの一等航海士は、航路修正の必要を報告したが、船長はそれを命じるのを忘れていた。キュラソーの喪失は、戦時中だったため戦後まで報告されず、海軍は終戦後直ちに、キュナード・ホワイト・スター・ラインを告発した。最終的には控訴院にまで持ち込まれ、1947年に海軍のありがとうございます。